りを染みてくるありふれた優しさで一日が輝いてゆくわ。モミーリラのパームトーン劇場、本日はね、生演奏でしっとりと始めさせていただきましたので、こうやって皆さんとね元気にお話するのはなんか初めてなような、今日初めてみたいなね気がしてるような気がします。はい、ではではでは2ステージ目もモミーリラのオリジナル曲聴いて帰ってください。2ステージ目始まるよ。
何もない壁に幻の人を浮かべては書き消した。確かなものは何一つない。時間の海で揺れ続けてるものから、僕はただ君を探して。過ぎて君はもう霧の中、幻の街をどこへ彷徨うの。聞こえない、届かない、花びら一つ、ありがとうございます。と先週はワクワクシティパークが水曜日にね、祝日にございました。見に来てくださった方々ね、ありがとうございます。とその後にね、私と今日ね PA してくださってるマッスンさんと、そしてパームトーンメンバーのね BB ガールズのタチちゃんと3人で東京のね結構山奥の方に行って、とある映画撮影のためにねちょっと行ってきました。芝居を私たち今稽古としてね、演劇が4月にございまして、そのためにいろいろとさせてもらってるんですけども、やっぱり初めての経験ばっかりでね、もういろ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 と思いました思うことがありました。ぜひねそれぞれも思ったことがあると思うのでね、またラジオとかにみんな語ってると思うのでぜひ聞いていただけたらなと思います。お芝居演劇初舞台です、私たち3人ね。4月の13日の金曜日から13、14、15、16月曜日千秋楽ね、4日間舞台出させていただきます。ちょっとね伊丹ホールっていうところで、伊丹なのでちょっとねこのパームトーン劇場から例えばね行くと遠くなってしまうんですけれどもね、なかなか芝居を見る機会も皆さんもそんな日常でないかなと思いますし、ぜひとも作品自体もね本当にいい作品で、皆さんにぜひとも見ていただきたいなというメッセージ性のこもっている内容となっておりますので、ぜひとも私たち3人もとっても見に来ていただきたいのでね、皆さんもしご予定が空けられる方はお待ちしております。そちらの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。チケットもね今日も持ってきてるので、もしよかったら気軽にね質問とかでももちろん大丈夫なので声かけてください。ではそんな私たちもね新しい芝居演劇の舞台ということを始めたり、で4月はね皆さんどんどん今日もね桜今満開だということでね、さっきお話しさせていただいた時に聞いたんですけど、こう今日は3月27、ありがとうございます、ちょっと入れていただきます補助そうだ3月27日桜が咲くで3×9 3×27
ということで桜の日だそうですね。もうこのパームトン劇場の下もね、もう満開の桜、木屋町通りのね、あの川のところね、咲いておりました。だから今日もね、私ね、来週ね、あの4月に入るのでピンクの衣装にしようかなと思ったんですけど、やっぱね、今週がそう桜ね、見どころが満開だって聞いたので、今日ちょっと実はピンクのスカートを履いてきました。一応女子なのでね、ちょっとそういうところもございます。そんなね、あの暖かくなってきて、ぬくぬくとしてきてね、なんかやる気もどんどん出てきて、みんなもね、それぞれの新しいことやね、お仕事かもしれないしね、やりたいこと、挑戦したいことなど向かっていく時期だと思います。そんな挑戦する心を忘れない皆様へ向けた応援ソング、トパーズの未来、聴いてください。
とうございます。来週というかもう4月にね入ります。4月はスペシャル月ということで、今まで第1週目、第2週目、第3週目、第4週目というふうにね、毎週ごとにね決まったことをしてたんですけども、4月からはねこのモミリナのパームトーン火曜日の劇場も新しいことを始めようということで、ちょっとカバー曲を増やしたステージでお届けしたいなと思います。そして今フレッシュの放送を見てくださっている皆様、会員ねなっていただいてありがとうございます。第1週目だけなんですけれども、スペシャルデーのね一環として今有料で見ていただいているこの2ステージ目、第1週目だけ全て無料で見ていただける週となりますので、ぜひともね皆様この機会にどんな劇場でどんなことをしているのかをね、一人でも多くの方に知っていただける月となれば、週となればいいなと思っております。もちろんこの会場にぜひとも見に来ていただいて、この生の空間をね感じていただけるのが一番嬉しいと思っております。ぜひとも来週から、来月からかもね、このパームトーン劇場よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日もね長い間皆様お疲れの中足を運んでいただいてありがとうございました。では最後の曲聴いてください。晴れた風
コールありがとうございます。まだすぐ出てきちゃいました。これでもすごい、あ、一回行けるかな、ちょっと一呼吸置こうかな、ふーとか数えてる、あ、早く出たいなとか思ってね、今日もいつもこらえてるくらいな感じなんですけどもね、もう皆様ね、あの拍手続けてくださってありがとうございます。ね、どんどんね、春になってきて、やっぱりあの四季ね、4つある中でも春と秋って過ごしやすいね、気候でもありますし、特に春は寒い、私は冬生まれなので冬は好きなんですけれども、寒いところからね、やっぱりどんどん暖かくなっていくので、ちょっとね、気分が上がったり楽しくウキウキするなと思います。そんなあの春を連想するような楽しい曲、最後に歌わせていただきたいと思います。パレットさんのね、 CM ソングにもなっております、ときめきドリームパレット、ぜひとも一緒に行ってください。ありがとうございました。来月もお待ちしております。